負けたねえぞ、楽しいか、ノー、楽しいか、ノー、やったら勝つしかねえだろ、イエーイ、フィンガータブレー、フィンガータブレー、フィンガータブレー、ゴールドネス、ゴー。あれが、でもここ不参加も、そうなんですよ、実はそう、実はそうなんです、すいません。これでも何でも話していいらしいから、うん、ここはなんで不参加だったの。ここ泣いてた恥ずかしいことだけど、何聞こっかな。ドキドキする。あれか、ワクオーディションは見てた？ワクオーディションは見てました。見てた？あのオーディション、PPG やったオーディションでさ。はい。初めまして、私たちエンジョイプレイみんなの遊び場ヤングパレードです。よろしくお願いします。疲れたよ、動けそのまま。その時はパラダイスズとして活動してて、もちろんパラダイスズのことも大好きだったけど、うん、なんかヤンパレってやっぱいいなっていう気持ちになってました。ああ、なるほどね。ワッグとの合同オーディションで、うん、まあ、歌ちゃんが入ってきてくれて、うん、月ちゃんがでワッグに行ってっていうので、うん、結構その雰囲気がガラッと変わって、うん、パラダイスズのそれでノンも合格して、うん、でその体制で新しいパラダイスズで頑張ってこう、なるほどね。なるはがさ休んでたさ時のさことってさ多分さ誰も知らんやん。はい。じゃあその時のこととかを聞いてみたいなと思うんだけど。活休中のことですか。そう。ああ、まあもちろん学業に専念するって言ってお休みもらってたので、うん、そっちの方はちゃんと。え、その間にさ彼氏できた？ないですよ。え、教室が終わって活休してるよな。そうです、そうです。リュウタとはいつまで付き合ってたっけ。その青い春編あったじゃないですか、うんうん、あれの放送日が終わって、うん、その後にもう一回教室出て、うん、そうやんな。2回目も出させてもらいました、うん、2回目はなんで？でき彼氏作らなかったの？好きな人はできなかった。ああ、そうなんや。まあ、一回さ普通の生活に戻ったわけやん、うん、はい。そん中でさ彼氏できひんの？できないですね。告白された？いや、されないです。なんで？え、おかしいですね。その話気になりますか？気になるけど、だってさ誰も知らん空白のなるは。しかもさちょっと大人っぽくなって帰ってきてるわけやん。え、でも私は本当にモテないです。え、なんで？それはなんでやと思う？学生って、うん、あの陽キャ好きじゃないですか、うんうん、私は根っからの陰キャなので、うん、あの誰も私のことなんて言ってないです。え、じゃあそれは分かった。じゃあ付き合うとかはじゃあその休み中してないわけね、うん、そしたら中はしないですよ。そうなの？誰とするんです？え、なんかさあるやん、そのさ文化祭とかでさあのさ、催しでさ、はい、ちょっとさ、なんか不意にさあじゃあさ、なるはの中でさ、恋愛ってさどのぐらい大事なん？恋愛？うん恋愛ですか、うん、もちろんギャングパレードがな、うん、一番やと思う、それが大きいのは、はい、たださ、ちなみに何割？え、もう0100ですよ独走はマジ0100、ガチこれで、0100だことは気になってなくて、うん、その恋愛がもしできるとするならばっていう。分かんないっすよ、できてないからかわいそうやん、こんな話ってかわいそうやん。いや、なるはとかモテそうやし、かわいいし、だいたい思うと思うね、あの遊び人の人もさ、いや、いるっしょってね。あ、でもただ、このまあギャンパレとして活動しながらっていうのを毎回毎経験して思ったのは、本当に
あ、私どっちかにしか集中できないから。あ、なるほどね。あの本当に仕事に集中してると本当におろそかにしちゃってて、うん、待って、一緒。そう、だからそれ一緒のタイプやわ。そうなるんだったら、うん、絶対にこっちの方が。いやいや待って、すごい、私全く一緒、全く一緒。え、じゃあもうさ、恋愛したいと今思わん？もう別にしなくても。え、そうなん、はい、めちゃめちゃタイプの人でもこっちの方が多分やりたいことだから、はい、じゃあ1個だけ教えて、はい、あかんかったら絶対カットしてもらえるから1個だけな。1個だけ絶対今言っといた方がいいから。はい、本当ですか、うん、いや誰ととかは聞かん、やっぱそれプライバシーやから。はい、マジでここは使われないと思ってます。本当に本当に、いやダメですよ。どう、独創的にはインタビューの手応えとしては、いや結構なかなかあります。あるんですか。もう私使えるとこ一個もないと思ってるのに。実は歴史とか何も関係ないねん。え、そうなんですか。うん、あのな、いやそれ使えんやろっていうなぐらいの暴露をさせたもん勝ちっていうやつやったん。はい、いやー、イエーイ。そういうこと。あ、そう、あの、そうそう、それで、どう、イラッとした、イラッとした。なんか、カメラ回ってんのに、こいつ大丈夫そうって。いや、ほんとに、マジで何考えてんだろうって。いや、それはちょっと嬉しい。さっき、私、めいちゃんやってさ、はい、めいもすげえぶっこんでくるからさ、なんかちょっとさ、イライラしてきてさ、こいつ、どういうつもりみたいな。いや、マジで、マジでどうしようと思っちゃった。だから、私も次、なるぼう、イラつかせるぞ。して諦めた、見当てないふりした。